皆さんこんにちは。今日はセリアのジェルを使ってイエローベースのお肌の人にも合う色を調合してオフィスネイルを作っていきます。今日使用するセリアカラーはこちらの4つになります。まずこちらのベイキッドピンクを出していきます。このカラーはだいたい2回ほどアルミホイルの上に落としていきます。次はマスタードを出していきます。こちらはピンクの2分の1の量を出していきます。このニュアンスグレーカラーはピンクほどは出さなくても少したっぷりめに出していきます。この3つのカラーをよく混ぜていきます。今回は左手にカラーを塗っていくので、このような台の上に指を置いて塗っていきたいと思います。まず親指から塗っていきます。台の上に置くことによって、塗られている方の指が固定されて塗りやすいです。ただちょっと自分でやってみたんですが、親指だけは少し浮かせた方が塗りやすいような気がしたので、動画の方でもちょっと今浮いた状態になっています。では硬化します。ここから人差し指から一気に4本塗っていきます。親指は固まってしまうと垂れてしまうので先に硬化しておきました。あとの4本の指は向きが一緒なので一気に4本塗っていきたいと思います。ムラも出ずに肌なじみもいいカラーになっています。はい、では硬化します。次2度塗り目していきます。ここで先端部分がしっかりとムラなく塗りづらいと思いますが、最後のラメのジェルでしっかりと先端の色ムラを消していけるので、あまり気にせず塗っていっています。硬化します。ちなみに片手5本塗り終えた後もこれだけのジェルが残っているので、最初の量を出しておけば両手塗ることができます。最後にこのシルバーのラメジェルを先端に塗っていきます。少しグラデーションになるように塗っていきます。最初は細かめなラメを範囲を広く塗っていきます。5本塗ったら硬化していきます。2度塗り目は先端の方に大きめのラメを乗せていくようにして塗っていきます。これでラメのグラデーションが完成します。このセリアのラメジェルは小さい粒子と大きい粒子が、大きいホログラムも入っています。この大きいホログラムをしっかりと先端にのせれるように頑張ってここは塗っていきましょう。5本塗り終えたら硬化していきます。最後にノンワイプトップジェルを塗っていきます。セリアにもトップジェルは売っていたので、そちらでも大丈夫だと思います。しっかりはみ出ないように気をつけて塗っていきます。このノンワイプジェルは少し垂れやすいので1本ずつ固めていくのがおすすめです。ノンワイプトップジェルは未硬化ジェルが発生するジェルと違って、とっても硬化熱が発生しやすいので、なるべく薄く塗って硬化していくようにしていきます。キューティクルライン側にはみ出たジェルは
爪楊枝などでなぞって取っていきます。この爪楊枝も使いやすい爪楊枝として動画でご紹介したので概要欄に貼っておきます。小指のジェルを塗ってしっかりと硬化していきます。これで完成しました。先端部分をMDボードなどで整えて完成になります。キューティクルオイルを塗って保湿してあげましょう。はい、これで完成しました。肌なじみのいいピンクベージュがセリアジェルだけで作ることができました。どうぞ皆さんも参考にしてこのオフィスネイルを塗ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。